さあ西田さん、テーマの発表をお願いいたします。関口さん、ありがとうございました。自民党憲法改正草案は見せ玉だ、かっこどうでもよいやつ。おとといの代表質問で民進党が撤回を求めた自民党の憲法改正草案について自民党内からも発言が相次ぎました。下村博文幹事長代行は、草案ありきで憲法審査会で議論していただきたいというふうには考えていないと語り、民進党が撤回を求める草案を棚上げして審査会の議論を進めるべきだとの考えを示しました。また石破茂前地方創生大臣は、草案は野党時代に出したが当時議論に参加した国会議員が少ない、各議員によく内容や経緯を説明すべきだと指摘しました。まあ、2012年、当時は野党谷垣総裁の時に発表された草案でしたね。その谷垣さん自身も、まあ、これは叩き台ですからというふうに言って、まあ、その後自転車の事故に遭われて今発言がやっぱり聞かれないですけど、いやちょっと恋愛の後にですね、憲法の話かというのがあって僕もギャップにですね困ってるんですけど、まあ、しかしちょっと気を取り直してですね、いやでも憲法でほら、自民党改憲草案では家族観については、そうですね、まあ、保守的な方向に舵を切るというところがありますね。で、ちょっと気を取り直してですね進めていくと、この、まあ、今憲法問題について、政局報道でよく取り上げられると思うんですよ。でそうなんですけど、まあ、その時取り上げるのは必ずこの自民党の憲法改正草案なんですね。でこれは保守的だとか、で新聞の社説を見てもですね、これを、まあ、一回撤回してから議論せよと、で野党の追及もそこが中心になっていると。でもですね、これは見せ玉でほとんど意味がないので、憲法審査会の議論に注目すべきだということを、まあ、今日言いに来たというかですね、言いたいなと思ってるんですね。というのも、まあ、先ほど堀さんまさにご指摘いただいたように、憲法改正草案というのはですね、あれはまあ野党時代に出されたものと、それから実務上のプロセスを見るといっぺんにあんなに変えられないんですね。そうですね、全特会は別にするわけじゃないですね、はい、そういうことです、で、まあ、その項目ごとにまとめて議論するっていうふうにはなってるんですけど、まあ、その丸ごと全部ですね置き換えるというのは、まあ、実質不可能に近い作業を考えてもですね無理だと。でそれから憲法改正ってとても手続きが、まあ、複雑なんですね。で、まあ、要はです、確認しておくと、衆議院と参議院の、まあ、からですね憲法改正の発議があって、でその後にですね国民投票にかけられて、その過半数の賛成で、憲法改正を行うと。で、まあ、70年間できなかったというものなんですよ、これ、まあ、つまりハードルが高すぎてできなかったってことなんですね。でだから いきなりですね大掛かりな変更しようとすると、まあ否決される可能性というのはとても高いわけですね。国民からの反発も当然あるでしょうし、ね、はい、そもそも憲法を変えるか変えないかということだけでですね、これだけ、まあ、大騒ぎになるわけですから、まあ、そもそもこの改正草案ははっきり言えばどうでもいい見せ玉なんですね。なるほど。でそれよりも注目すべきは、実務を取り仕切っている、まあ、衆議院と参議院それぞれに設置されている憲法審査会というのがあるんですね。そこの議論に注目する必要があるということなんですね。で僕もですねちょっとこれ最近調べてて、あ面白いなと思ったんですけど、まあ、面白いかどうか分かんないですけど、憲法改正を、まあ、改正したい人と、まあ、改正したくない人っていうのがいるわけですね、で改正したい側の人たちというのはですね、まあ、この、まあ、60年70年近くですね、65年ぐらいですかねの間ですね、少しずつ少しずつやっぱり進めてきてるんですよね。でそれを改めて思うところがあったと。というのはですね、この憲法審査会の前には憲法調査会ってあったんですね。でその前にはですね、内閣の下に憲法調査会というのが設置されてたんですよ。でそれ1956年じゃないかな、56年設置されてるんですよね。だからでその中でですね、最初は調査を時限付きでやって、で平成12年ですかね、国民投票法が、まあ、できる前にですね、新しい、憲法調査会を作って、でですね、その時にはですね、単に調査をするだけだったんですね、でそれがですね、まあ、少しずつ進めて、今の憲法審査会では、具体的にですね審査をして、まあ、あの法案をですね、憲法改正原案をですね提出するところに、まあ、少しずつ少しずつ進めてきてるんですよ。だからやっぱり自民党は結党時からの党勢がやっぱ自主憲法制定ですから、はい、まあ、安定政権を築いている間にも着々とこういろいろな段取りをつけてきて、そして、まあ、安倍さん
安倍政権につながってきて、そうですね、そして現在に至ると、はい、で憲法審査会は国会会期中じゃなくてもですね、議論を続けることができるんですよ。だからですね、これずっと見てなきゃいけないんですよね。そっかそっか、はい、で先日会長が自民党の元、森元法相ですね、に今決まったと。法務大臣ですね。あ、そうですね、元法務大臣ですね。でそれから自民党の憲法改正の推進部会ですねの部会長が安岡、やはり元法務大臣ですね、なってると。でこの2人というのはですね、まさに前身の憲法調査会の時からですね、国会の憲法改正の議論と、それから自民党内の議論を、まあ、リードしてきた方なんですよ。なるほど。でだから、まあ、彼らがですね、見た目上安岡議員とですね、森議員がですね交代してるんですけど、ポジションとしては交代してるんですけど、具体的にどういう議論をしていくのか、そっちにやっぱりもう少しですね報道も注目してですね、この憲法改正ってやっぱり関係ない人っていないはずなんですね。今ツイッターで、うん、西田さん、憲法審査会に注目というけど非公開じゃないの、あるいは昼日中に主婦を相手に NHK だけで、これ公開される、はい、公開です。で憲法審査会の、中でもですね、憲法改正の原案のですね議論について公聴会を必ず開くというふうに規定されているので、うん、まあ、かなり、有識者たちが招集されて、はい、そうですね。で普通に、まあ、普通にというか多分登録の手続きがいるんですけど、ね、見に行くことも公聴会などはできるはずですね、うん、まあ、憲法改正と一言に言ってもね、どの条文の話なのかによってまた全然それぞれスタンスも変わってくるでしょうしね。で憲法改正原案の発議っていうのがあるんですけど、はい、これは衆議院議員の100人とそれから参議院だとですね、うん、50人かな、うんうん、でできるんですよね。だから憲法改正の発議は国会からなされるんですけど、原案の発議にも実は注目しなきゃいけないってところがあって、で政治っていうとですね、やっぱりともすれば関係ないと思ってしまうんですけど、実は政治が関係ない領域で先ほどの恋愛とかしかないんですね。恋愛とか友情ぐらいしかなくて、個人の自由の、そうですね、そういうものを規定しているのもですね、まあ、政治ですし、まあ、やっぱり見ていく必要ってあると思うんですよね。ぜひ皆さん着目を、そしてクロスでもしっかり見ていきたいと思います。ありがとうございました。